じゃねえよって言われてるよ。じゃあ、なんか数の不満があるのそれマイク持ちゃいいじゃんそれその会話その会話マイク持ちゃいいじゃん。あ、まあまあいいや。まあそんな感じで今日はアベル講座です。これ声聞こえてますよね。確かにな、ケイスケさんいた時の方が良かったんじゃねえかっていう。じゃあ 今井さんはね TS を見てください。 TS をタイムシフトを見てください。ザロ君順序教えてやって俺に。じゃあまあそうだな、まあ基本からだよね。じゃあ今日はじゃんけん講座ってことで始めます。まずね、アベルがどういうキャラかだね。まあ、アベルが強い技だからかな。これ前中継なんで、これ前中継ね、結構みんなね、結構アベル初心者ってなんか前中継使わずに結構しゃがみ中パンとか使うんですよね。ただやっぱりもう主力技は前中継なんで、もうこれをどんどん使っていってほしいです。でも若干これ繋がってなくてもグラッツブシとかになるんで、まあ、前中継をどんどん使っていくっていうのがまず一つで、前中継の使い方なんですけど、もう無理やりでいいですもう前捨て前中継がもう一つの技みたいな。これがねめちゃめちゃ前捨てが何回だっけな、前捨てかなり早い部類なんで、いやこれね結構無理やりなんですけど、実際前捨て前中継って突然されてこう反応できる人ってそそいないんで、これ雑でいいです。これは本当にもう前捨て前中継ですね。これはあと使い道としては、あとは相手に攻められた時にバックステップですね。バックステップすると大体こうコアコパガードするとこのぐらいの距離で、ここからバックステップすると相手しゃがみ中足とかしか中足せいでできて中足波動なんですよ。でもこの距離でアベルだけフルコンできるんですよね。でこの距離でこうバックステップ前中継で攻めるっていう、これがまたもう一個前中継の当て方ですかね。マギのタク、まあ、前中継の当て方から押しないんだけどな、とりあえず。うん、でもってね、だとやっぱりとりあえず有利フレームを取ることが重要ですね。だからその例えばジャンプ攻撃にしても、まあ、ジャンプ中継だったらもちろんその前中継繋がるんですけど、もう基本的にはもう飛びなんかそうそう通んないんで、ジャンプ中継を当てるってよりはとりあえず判定の強いジャンプジャックパンとかで触るってのが大事ですね。さっきの前捨て前中継も、前捨て前中継でもいいんですけど、前捨て小足前中継でもいいんですよね。こっちの方がスムーズにいけるんで。とりあえずこのコアコパとかでもユニフレームを作って前中継、まずなんかそのコンボを当てに行くために触るってよりはもうなんすかね、前中継をガードさせるために触るって感じですよね。これはガードさせればいいです、とりあえず。まあ、そんなとこですかね。じゃあ、あ、それマイク多分全部入ってると思う。
そうですね、じゃあ毎中継全部いこう。毎中継のタクっすね、まあ、基本は打撃です。というのもこれが一番リスクが少ないからですね。繋がんねえや、繋がんないからどんまいと思うので、これが一番リスクが少ないです。この前捨て大パンが負けるタクっていうのは、まあ、例えば竜だったら、まあ、昇竜拳当たり前ですけど、昇竜拳としゃがみ壊しと最速投げなんですけど、最速投げって結構難しいんですよ。マイクが結構入ってる。で、この大パン、大パンの狙いっていうのは、相手が上入れっぱしてくれたら、まず、大パン、地上ヒットするんで、まあフルコン入りますと。で、相手が投げ入れた時も、投げが1フレでも遅かったら、打撃が入るんですよ。向こうは最速で投げをとっさに出さなきゃいけないんですよね。で、しかもこれ竜にちょっとカズノコこれバックステップして、バックステップして、ちょっとやってもらいます。して、はい。これ2発目が当たるんですよ。だからバックステ、バックステされても OK なんですよね。このタクは本当に最速投げちょっとしてみて、最速投げして、最速投げ、はい。これ結構ミスるんで。でもし卓に負けたところで通常の投げしか入んないんですよね。なんで今日この卓は結構安牌です。で向こうのミスるともう全然リターンが違うんで、まあそのとこっすね。なんでまあ駒投げもいいんですけど、駒投げは垂直ジャンプされたらフルコン入っちゃうし、バックステされてもコンボ入っちゃう、もちろん勝利権にも負けるっていうタグなんで、まあ、基本的には打撃が基本、まあ、これもう8割でいいですよ。まあ、一番勝ちやすいタグですね。大パンが一番勝ちやすくてリターンがでかいタグで、それに次になるタグ、そのもう点読みみたいな感じで最速投げ狙ってきますって相手に対してこのコマ投げがあるんですよね。で、このコマ投げなんですけど、もうこれも、通常の投げ一点読みじゃなくて、例えば、この、とっさに、例えば急に、それこそさっきの前捨て前中継来た時に、この、あ、やべっと思ってびっくりして、ガガッと固めちゃう相手に対して有効なんで、だからこれは投げ読みプラス相手がこの前中継に反応できてない読みプラス、あとしゃがみ壊しとかとっさのしゃがみグラッとかやっちゃう人、大体しゃがみ壊しって、4笛のキャラが多いんで、4笛の壊しに対しては投げが勝つんで、駒投げが勝つんで、まあそれ読みのこれですね。まあ最速コパンとかで3フレのキャラ、まあ壊しが3フレのキャラもいるんですけど、ちょっとコパン押してみて、これも結構難しいんですよ、最速でコパン出すって。なんでまあ投げ読みプラス相手が反応できてない、もしくは相手の反応が遅くなってる、なんだろう、1フレでも遅く最速を失敗するっていう読みなんですよね。その相手が最速を失敗するだろうっていうその期待値っていうのは結構あるんで、アベルはそれで駒投げですね。で他にタクといったら、そうですね、通常投げ、まあ、最速通常投げが、まあ、無敵技以外に 全部勝てるっていうタクですね。相手が、相手が立ちグラップしてたら投げ抜けになるだけで、相手がしゃがみコパンとかしゃがみ壊し出してると投げやがるっていうタクなんで、まあ、これが一番、まあ、ローリスクでいきたいならこれが一番安定ですね。ただリターンはやっぱり大パンとかトルネードと比べるとちょっと減ります。ちなみにこれ飛ばれてもこれ確定なんで、なかなか難しいですけど、
フライパンでもいいんで。ミスった結構何でも入るんで、実は反応さえしてれば。まあ、反応できればこれが一番美味しいですね。一応なんかね、昔バージョンさんとかは EX 使い使ってましたね、この後に。まあ、できればこれが一番いいですね。投げ使うときはバックス、相手が投げがスカルってパターンは垂直飛びとか、垂直飛びもしくはバックステップぐらいしかないんで、そこだけ見た方がいいですね。まあ、バックステップしてたらもうとりあえず小足とかでもう一回触りに行くで、触ってもう一回前中継で殴る。どんどん殴っていくって感じですかね。うん、そんな感じかな、毎日キャンタクは。であとは、昇竜暴れかな。昇竜暴れは結構大変なんですけど、まあ、竜は基本3笛なんで、この後マルセイユっても当たっちゃうんですよなんで基本はもうガードするしかないですねアベルを持ってしても毎日キャンの後は。でどうしてもリスクを負わせないだったら EX マルセイユですね。なんかね、結構マイスターの後昇竜拳打ったらコロコロされるじゃんって思ってる人いるんですけど、基本は大丈夫です基本はサンフレ昇竜は EX 使わないと、避けれないんで、まあ、だから基本的にはやっぱ遅らせ投げですかね。昇竜読んだら遅らせ投げ、逆の対策。まあそれ、うん、おいおいおい、で今その風の声で弱小竜って言うんですけど、弱小竜だと何もないです基本的には何も入んないです基本的には。だから基本的に竜側だったら基本弱小竜セビね。あ、ゲージねえんだこれまあ、竜だったらこんな感じですね。ちなみにサガットとか4笛の昇竜は弱魔の精油で抜けるんで、基本これができるのは剣か竜ぐらいですかね。剣と竜は弱小竜セビがド安定です。何が来ても大丈夫です。なんだろうな、あとは、あとね、じゃあ昇竜拳、あ、まあ、でも全然だな、毎中継じゃねえな。あとは EX 技でこの技が強いとか、アベルの強い技とか。アベルの強い技ね、なんだろうな。あ、ちなみにこれ、じゃあこの EX の使い道かな。まあ、とりあえず EXCOD の使い道ですね。まあ、これは基本的に相手の中以上の攻撃を読んだときに使う技ですよね。相手が中足振るなと思ったらこれを打つ。そう、コアコパ中足とかの連携で詰まり込んでいくって感じですかね。危ない。コアコパの後にもう一回コパコパとかあんまないんで、コパコパをガードしたら中足を読んで ESCOD とか、もしくは起き上がりとかでちょっとダウンさせてなんか遅らせ攻撃とかスタンプ。あ、昇竜拳打てないかこいつとか言って、終わった。もう一回。まあまあそんな感じですね。その遅らせのコパコパとか、そのなんだろうな、もう最速でコパコパ振られたらダメなんだけど、その遅らせのコパコパだったらもう割り込めるんで、その遅らせグラッツブしても必要だなって時はとりあえず EXCOD ってのもありですね。あとはまあ中距離で波動拳に対してこれ打つとか、何かしら牽制振りそうとか思ったら、もう牽制って弱攻撃はないんでとりあえず打つみたいな。
まあ、波動拳じゃなくても中足とか大足とか何かしらこいつ牽制振るぞと思ったら牽制でこもうコパンとかゴアスとか振るような相手はよくわかんないまあ結構これはお願い系ですかね。お願い当たってくれって感じになっちゃうんで、ゲージが3本あるときですね。そうそうそう、まあ、ゲージが3本あればすごいローリスクでいけるんで、こうやってで当たったらもうウソまで入っちゃいますみたいな。でこの EXCOG セビキャンっていうのはこれ5フレ有利なんで壊すまでレンガなんで超ド安定です。だからこういうところで小流拳打つとマルセイで回されちゃうんですよね。基本的にはこんな感じですかね。この使い方は。あとは駒投げから表裏の感じ。